佐倉に残るたくさんの文化財、私たちに歴史の深さを感じさせてくれます。建物などが作られた背景や尖閣者の功績を知るには、歴史をよく知っている人に話を聞くとより詳しく理解することができますよね。歴史を語り継ぐ人たち、こちらは佐倉で活躍するボランティアガイドの皆さんです。歴史や文化について分かりやすく案内してくれます。今回の特集は文化財を中心に佐倉のガイドを行う2つの団体に注目し、その活動の思いに迫ります。皆さんこんにちは、市民リポーターの稲垣香織です。皆さんはどこかへ観光に出かけて、その場所についてもっと詳しい情報が知りたいと思ったことはありませんか？そんな時、さくらではボランティアガイドを利用するという方法があります。無料で豊富な知識を持った人たちが丁寧に解説してくれますよ。さくらの魅力を伝えるボランティアガイド、実際に案内をする皆さんの活動を追いました。ここは佐倉市新町通りにある町並み情報館。この場所を拠点に活動するのは NPO 法人佐倉一里塚です。 NPO 法人佐倉一里塚は佐倉の歴史についてのガイドや講演などを行っています。こちらは理事長の恵田さんです。中央公民館主催の佐倉市民カレッジで佐倉の歴史を学んだ後、カレッジの OB 生などとともに平成19年から事業をスタートしました。このガイドを中心に、あと佐倉学っていうのを小中学校でやってますんで、その佐倉学のお手伝いという形、それに講演会も含まれますけどね、それとあとこの新町通りの佐倉城下町商店会、それに賛同して、でそれに参加するという形で町づくりのですね、お手伝いもしているということですね。佐倉一里塚が拠点とするこの場所は、明治から昭和まで続いた呉服商駿河屋の古民家です。庭にある土蔵の外観や母屋の畳などは恵田さんたちが修復しました。現在はこちらを町並み情報館として整備して、歴史ある建物の活用事業も行っています。ガイドはお客さんの依頼により行っていて、市内外から観光に来た人や地域の小中学生など年間およそ1200人の利用があるそうです。近年増加する外国人観光客のために英語によるガイドも行っています。ガイドの場所としましては、この旧城下町の周辺がね、主になるんですけど、その他志津とかあるいは碓井方面のガイドもやっております。ほとんどの方やっぱりね、その歴史を勉強に来るわけじゃないんですよ。だから佐倉とはどんなところかなと、佐倉はこういう古い遺産があるんだけどどんなもんだろうかということで、お客さんに喜んでもらえるようなお話を分かりやすくすると。佐倉一里塚の皆さんは月に1回程度研修を行って、より良いガイドを日々研究しているそうです。続いては実際に佐倉一里塚の皆さんがガイドをしている様子を覗いてみましょう。1月31日、茨城県土浦市から来た団体のお客さんが佐倉一里塚のガイドを利用した市内バス見学を行いました。この日はまずはじめに旧堀田邸に行き、武家屋敷、そして若田神社を巡るコースです。
コースはお客さんが行きたい場所を自分で選んで自由に決めることができます。さくら一里塚はその要望に合わせてガイドの人を派遣します。小学生をガイドするときや大人数のときなどには交通の誘導をする人も多く派遣します。街巡りの案内人としてまさにお客さん目線のガイドといえますね。一行が最初に訪れたのは旧堀田邸、西郷の桜藩主堀田正友の邸宅です。20人以上の参加者を3班に分け、それぞれにガイドがついて案内しました。これは後見かけっていう方が書かれた絵なんです。で、後見かけって皆さんご存知でしょうか。後見学園、はいはい、ご存知ですか。それの、一番そうです、創設者の方の後見かけと申されます。で、なんでここに後見かけがあるかと申しますと、こちらの奥様、智子様 の、うん、妹さんがこちらの後見かけの養女になられたんです、うん、で、その縁でこちらの方に書かれているんです。続いては武家屋敷通りにやってきました。お客さん目線で分かりやすく、こちらでは3つの武家屋敷の違いを比較しながら説明していました。一番向こうの河原家は300石の侍が住んでた家です。で、ここの真ん中の田島家は150石。身分的にどんな感じかなというと、300石というのはかなりもう上司階級、会社の位でいうと大きな会社の部長さん以上ぐらいの感じです。で、田島家が150石というのは大体課長さんクラスかなという感じです。ガイドの皆さんから語られる豊富な情報量にお客さんも大満足のようです。いや、もう丁寧に説明していただきまして、今日は勉強になりました。私なりにいい見学ができたと思うし、歴史の勉強をいっぱいさせていただきました。ありがとうございます。堀田邸、武家屋敷、そういうものを紹介できればなと、それもちょっとはできたかなと、そんな感じではおります。帰った時に、さくらでここが楽しかったという一言が頭に残っていただければ、それで成功かなと思います。ボランティアガイド以外にも様々な事業を展開するさくら一里塚、冬にはさくら城下町着物散歩を開催しています。さくら城下町着物散歩は、さくら一里塚が持つおよそ70着の着物から参加者が好きなものをレンタルし、着付けをしてもらって城下町の風情を楽しむことができるイベントです。着物散歩にボランティアガイド。さくら一里塚の活動の中心にあるのは、さくらを訪れた人に楽しんでもらいたいという気持ちです。慶田さんに今後の活動について聞いてみました。リピーターとしてまた来てもらう、あるいは友達を連れてね、桜はこんないいとこだよと、こういうね、古い見るものいっぱいあるよというようなことを感じ取ってもらえればね、非常に嬉しいですね、そういった意味ではね。それともう一つは桜学ですね。この桜学を、特に小中学校で桜学っていう講座があると思うんですけど、お子さんたちにですね、子どもたちに桜のいいところをね、いろいろ学んで、そして桜はこういったいいところなんだと、要はふるさと桜のねことをよく理解してもらいたいなというふうに思っておりますよね。今回もう一つ紹介する団体は、市内の文化財を案内する文化財ボランティアガイド桜の皆さんです。武家屋敷、旧堀田邸、桜順天堂記念館、桜を代表する文化財である3館を中心に無料でガイドをしています。平日は10日前までに予約が必要になりますが、土日祝日は基本的にはガイドの方が3館にいらっしゃるので、
予約なしで案内してもらうことが可能です。小学校の桜学に関する授業での協力や英語でのガイドも行っている皆さん、参加に特化したバラエティ豊かな説明が好評です。案内のノウハウや技術を共有する取り組みの一つに徹底した新人研修があります。2月1日に行われた新人研修にお邪魔しました。初めての方か、これは何回来てますよ、はい、まあ、そういった情報をまず、はい、知り、あとはどこから来たのか、それとなく、はい、遠くから来られたんですか、市内ですか、いや北海道ですよ、いやどこそれですよという方いらっしゃいます。あと中にはですね、順天堂に関わりのある方たちも来るケースがございます。やはりそういう情報をこのファーストコンタクトの中で感じればね、次の展開が違ってきますので、そういうことを大切にしています。文化財ボランティアガイドさくらは毎年12月にガイドを行う仲間を広報さくらで募集しています。そしてこのような新人研修を行って適切なガイドができるようになるまで指導します。この日研修を受けたのは松原さん。もともと日本建築が好きな松原さんはさくらの文化財に興味があり、今回さくらのガイドになることを希望しました。先輩ガイドの大塚さんが実際にガイドを行いながら案内のポイントについて丁寧に教えます。ここは座学プラス実践的教育、ここで2年間勉強すると確かな医者になって初版に書いていく、これが大きな特徴。新人研修は基本的には全4回。このように先輩ガイドの技術を学んだ後は実際に自分自身で解説できるようになるまで練習を重ねます。文化財に関する知識はもちろん、話し方や話題のチョイスなどさまざまなポイントについて松原さんはメモを取りながら学んでいました。このようなきめ細やかな研修が組織全体のレベルアップにつながっています。文化財ボランティアガイドさくらの代表はこちらの小林さんです。会長職をこなす傍ら一人のガイドとしても活躍されています。まず、それぞれなんですけど、この堀田邸のガイドとそれから武家屋敷のガイドをしている団体がありまして、で平成の17年に合併の話が出まして、で、まあ、お話し合いをして、そしてその時初めて、今言われている文化財ボランティアガイドさくらというネーミングで、17年にスタートした。小林さんはおよそ5年前に聞いたボランティアガイドの案内に感動し入会を決めました。今ではガイドをしてお客さんとさくらの良さを共有できた時が何より嬉しいと語ります。お客様の喜んでいる様子が分かる、これがねすごい醍醐味だと思います。そして帰られる時に桜ってすごいですねとか、とても楽しかったわって言ってくださると、なんか同じ共通な楽しい時間を過ごしたんだなと思うと自分も嬉しくなるし、またまたもっと勉強しようっていうような気持ちになります。今そんな気持ちでやってます。小林さんたちが日々取り組んでいる学ぶということ、年に1回の視察研修や月に1回のミニ研修などを実施してさらなるレベルアップを図っています。こうした活動が実を結び、皆さんのガイドは年間3000人以上が利用する人気の高いものになっています。街歩きを教えてくれる先輩がいたりとか、英語を教えてくれる先輩がいたりとか、そういうことでやっぱ団体でやるとその団体の数分いろんな個性というかいろんな良きものがこう合わさりますので、やっぱ一人でやったら得られないものがたくさんあるので、ボランティアやるならやっぱ団体でやっていろんなものを吸収しながら自分もそれを力に変えていければいいのかなというふうに思っています。勉強会にグループワーク、そして
先ほども紹介したこちらの新人研修、精力的な活動の源泉となっているのは歴史や文化、そしてさくらへの深い愛情です。研修を終えた松原さんと大塚さんに今の気持ちを伺ってみましょう。大変勉強になりました。やっぱりボランティアの一つの大きな収穫って言いますのはですね、そういった先輩の方々のいろいろこう積み上げてこられた知識とか、そういうことをあるいは経験をお話しいただくことによって大変勉強になるものですから、やっぱり来ていただいた方が良かったなと、面白かったなというふうに感じていただけるようなガイドができれば嬉しいなというふうに思っております。お客さんの目線で話せるような受け答えにできる態度であるとか、あるいは笑顔であるとか、そういったものを含めてですね、注意してガイドするようにですね、ご指導したつもりでいます。何よりも桜の街をですね、好きになること、好きになるといろんなことが見えてくる、これが今僕の楽しいところです。こちらは子どもの日や時代祭りの時に行われている甲冑試着会の様子です。文化財ボランティアガイドさくらの皆さんはガイドをするだけでなく試着の手伝いもしています。市からの研修を受けておよそ1年前からこの取り組みをスタートしました。こういった活動のモチベーションの一つに日本遺産認定があります。昨年の4月、さくら市は成田市、香取市、銚子市とともに北総四都市江戸紀行、江戸を感じる北総の街並みとして日本遺産に認定されました。小林さんはこの認定を機に桜をより多くの人に知ってもらいたいと考えています。そしてまたその四都市さんとも連携しながら伝えていきたいなっていうことと、それからオリンピックがもう2020年に東京で行われますので、少し今英語の方にグループ、英語グループがあるんですけれど、今15名ぐらいでやってますけど、もうちょっと人数を増やして、そしてやっていけたらいいなっていうふうに思ってます。やっぱこういうところに自分が、この素晴らしい桜に自分が住んでるんだっていう熱い思いみたいなものをこういろんな方に伝えていけたらいいなっていうふうに思ってます。桜を愛し、学び、そして魅力を伝えるボランティアガイドの皆さん、お客さんの笑顔のために今日も知識を蓄え技術を磨いています。文化財を通じたガイドとお客さんのコミュニケーション、皆さんもさくらに訪れた際にはボランティアガイドをぜひご利用ください。